F1 には70年以上の歴史があります。既存の10チームを見ると、 F1 創設時から唯一継続参戦しているチームがフェラーリだけで、それにマクラーレンやウィリアムズを含めた3チームが伝統のある名門チームといえます。しかし、その名門チームの最後のタイトルとなると、ドライバーズタイトルは2008年のマクラーレンのハミルトン、コンストラクターズタイトルは2008年のフェラーリが最後となり、そこから昨年までの14年間、F1 の名門チームはタイトルから遠ざかっているのです。フェラーリはその間も、アロンソやベッテルがタイトル争いを繰り広げており、マクラーレンはハミルトンやバトン、少し遡ると、ウィリアムズはモントーヤやラルフ・シューマッハなどが勝利を収めていますが、タイトルからは程遠いシーズンを送ってきました。ウィリアムズは10年未勝利、マクラーレンは2021年にリカルドが優勝していますが、その前を見ると8年間未勝利だったのです。今シーズンは早くも3分の1が終わっていますが、現在のコンストラクターズランキングを見ると、フェラーリが4位、マクラーレンが6位、そしてウィリアムズが定位置ともいえる最下位になっているので、彼ら名門の真の復活はまだまだ先といえ、現時点ではそれがいつになるのか全く想像できません。マクラーレンの最後のタイトル獲得以降、昨年までの14年間を見ると、ホンダを買収したブラウングランプリが1回、レッドブルが5回、そしてブラウングランプリを買収したメルセデスが8回タイトルを獲得しています。メルセデスは F1 創設初期の1954年と1955年に参戦していましたが、1955年のル・マン24時間レースでの史上最悪な事故を機に、全てのレース活動を中止していました。その後、長い空白期間を経て、1993年からエンジン供給という形でカムバックし、2010年から再びワークスチームとして復活を遂げています。彼らは前人未到のドライバーズタイトル7連覇、コンストラクターズも8連覇という偉業を成し遂げていましたが、レッドブルホンダの強さに圧倒され始め、昨年はついに無冠でシーズンを終えたのです。レッドブルは今シーズンも他チームを圧倒しており、ダブルタイトル獲得は時間の問題と言えるでしょう。レッドブルのこの勢いは、新たなレギュレーションが導入される前の2025年までは続くと見られています。つまり彼らは、2010年から2013年までの第一期黄金時代に続く第二期の黄金時代の真っ只中にいるのです。先日行われたモナコグランプリの予選 Q1 では、レッドブルのペレスが1コーナーでクラッシュし、マシンの撤去のためにクレーンで宙吊りになりました。そこで彼らの速さの秘密の一つであるフロアの下が明るみになったことで、各チームはそれに注視。マクラーレンに至っては100人近い人員を動員してその解析をしているといいます。これまで独自路線だったメルセデスもついにゼロポットを諦め、レッドブルに近いともいえるサイドポットを導入。今後も多くのチームがレッドブルのマシンを真似てくるでしょう。今シーズンの終盤にはほとんどのチームがレッドブル型になっているかもしれません。つまり現在の F1 は完全にレッドブル一強で、多くのチームはレッドブルのマシンから恩恵を受けようとしているのです。先日低迷しているマクラーレンがレッドブルの重鎮ロブ・マーシャルの獲得を発表しました。マクラーレンは今シーズンに入ってからジェームス・キーを更迭しており、その後任としてロブ・マーシャルがテクニカルディレクターに就任します。ロブ・マーシャルはかつてのベネトンでチームにタイトルをもたらし、その後レッドブルに移籍し、14年間彼らを支えてきました。レッドブルの頭脳は、なんといっても、空力の奇才エイドリアン・ニューエイで、彼はマーチ、ウィリアムズ、マクラーレンと渡り歩き、2010年からレッドブルに移籍し、現在に至ります。つまり、エイドリアン・ニューエイとロブ・マーシャルは、同時期にレッドブル入りを果たし、長年チームを強力に支えてきた逸材なのです。F1 チームは、
常に他チームからヘッドハンティングをしているイメージがあり、それは現在進行形で今後も変わらないと思います。しかしエイドリアン・ニューウェイが長年レッドブルに落ち着いていることからもわかる通り、レッドブルは彼らに居心地の良さを提供し、結果的にそれが人材の流出を極力抑えることにつながっていると感じます。このやり方はフェラーリ、マクラーレン、ウィリアムズのような名門チームは特に見習うべきではないでしょうか。昨年からアストン・マーティンのテクニカルディレクターを務めているダン・ファローズも、長年エイドリアン・ニューウェイの右腕として活躍してきた逸材で、今シーズンのアストン・マーティン躍進の立役者といえます。ダン・ファローズは昨年いきなりレッドブルそっくりのマシンを投入し、それが今シーズンの独自開発につながっています。さらに名門フェラーリもマッティア・ビノットの更迭後、エイドリアン・ニューウェイ、さらにはクリスチャン・ホーナーまで獲得しようと動いていたと言われています。このことからわかる通り、ここに来て一気にレッドブルの逸材たちがターゲットになっているのです。これは偶然なのでしょうか。おそらく彼らはこれまでも水面下で他チームからの接触を受けてきたと思いますが、どれだけ魅力的なオファーでもレッドブルを離れることなど全く考えていなかったように感じます。それがなぜエイドリアン・ニューウェイの右腕、さらには左腕ともいえる人材が一気に流出してしまったのでしょうか。個人的には昨年ディートリヒ・マテシッツ氏が亡くなり、新たな経営陣に変わったことが原因ではないかと感じています。私たちの一般企業でもそうですが、創設者が亡くなられた後、会社の方針、イメージ、居心地が一気に変わることがあります。創設者が亡くなられなかったとしても、会社が買収されてしまえば同じことが言えるでしょう。ダン・ファローズの移籍はマテシッツさんが亡くなる前に決断していることですが、同じく長年レッドブルに在籍していたロブ・マーシャルが移籍を決断したのが気になってしまいます。もしかしたら現在のレッドブルには私たちが知らない何かが起きているのかもしれません。現在80歳のヘルムート・マルコは言わずと知れたレッドブルの重鎮ですが、新経営陣との関係は決して良いとは言えず、年齢的なことも考えると今後数年で一線から退くことが予想されます。そうなった時、いろんな意味でレッドブルは転換期を迎えることでしょう。アルファタウリのフランツ・トストさんは現在67歳で、今シーズン限りでチーム代表を退きます。それを考えると、80歳のヘルムート・マルコがいつ退くことになっても不思議ではないのです。また全チームが欲しがる逸材エイドリアン・ニューウェイも現在64歳と決して若くはありません。もしかしたら彼は長年お世話になったヘルムート・マルコと共に F1 から身を引くことを考えているかもしれません。つまり今後の彼らは徐々に弱体化していく可能性が出てきたと言えるのではないでしょうか。レッドブルレーシングは今年で19年目を迎えていますが、70年以上の歴史のある F1 からすれば新興チームと言えるでしょう。その新興チームのレッドブルに成績はもちろんのこと、チームの運営、人材の確保の面でも名門チームは完全にやられています。レッドブルが強さを維持している今、各名門チームは彼らから多くのものを学ぶチャンスではないでしょうか。皆さんはヘルムート・マルコやエイドリアン・ニューウェイはあと何年くらい F1 に関わると思いますか？それでは次回のクレアの衝撃をお楽しみに。